はい、こちらは標高1425メートル、大木沢駅です。さあ、ここからいよいよ電気バスに乗ってアルペンルート、スタートします。こんにちは、ナミエです。今回はいよいよ立山黒部アルペンルートをご紹介いたします。黒部ダムまではバスガイドぶらり旅でもご紹介しています。そこから先がやりたかったんですよね。車を改装しなければならないというネックがあったため、なかなか実現しませんでしたが、今回いつも一緒に旅行している仲間たちといよいよアルペンルートに行くことになりました。車の改装代の2万円もみんなで割れば怖くないということで、前回同様長野県側の大木沢からスタートです。黒部ダムの竣工が1963年、今年2023年は60周年にあたるんですね。ターミナルの1階に破砕帯から湧き出してくるお水を飲めるところがありました。破砕帯につきましては、バスガイドぶらり旅ボリューム22、黒部ダムでご案内をしていますので、今回は省略させていただきます。はい、お水飲んでください。いただきます。どっち？あ、こっちか。はいはいはい、いい？はい、破砕帯のお水です。どう？独特でも硬い気はするんだけど。ああ、硬水なんだ、軟水じゃなくて。うん、硬水なんだと思う。多分なるほどね。うまい。たかちゃんは硬水か悩んでましたが、実は破砕帯の水は軟水と硬水の間にあたる中硬水なんだそうです。軟水の多い日本では珍しいですよね。黒部ダムと大木沢では水道水として利用されています。関電トンネルトロリーバスが電気バスに変わったのが2019年の4月。50万人達成です。私たちは8時の電気バスで黒部ダムに向かいます。切符はウェブで購入しました。秋の早割で1人9800円です。さあ、電気バスに乗っていよいよアルペンルートスタートです。長さ5430メートル、北アルプスを貫く関電トンネルをくぐって黒部ダムへと向かいます。ここはバスガイドぶらり旅でも説明していますので、この先乗り継いでいく乗り物について説明させていただきます。まずは大木沢駅から関電トンネルで黒部ダムに出ます。長さ492メートルのダム堤の上を歩いて黒部湖駅に行きます。ここからは黒部ケーブルカーです。日本唯一の全線地下式ケーブルカーで黒部平駅に行きます。ここからは動く展望台、立山ロープウェイで絶景を眺めながら大観望へ。日本で唯一残るトロリーバスに乗って立山直下をくぐり室堂に行きます。室堂からは立山の大自然を見ながら高原バスで美女平に降ります。美女平からは立山ケーブルカーで立山駅へ。6つの乗り物を乗り継いで長野県大町市から富山県立山町まで、標高3000メートル級の峰々が連なる北アルプスを貫く世界有数の山岳観光ルートの旅が始まりました。あっという間に破砕帯を通り越し、長野県から富山県に入ると黒部ダム駅到着です。今回は220段の階段は登らないぞと心に決めたのに、結局展望台に上がってきてしまいました。やっぱりここからの眺めは外せませんよね。標高1508メートルからの眺めは絶景です。エメラルドグリーンの黒部湖、
6月26日から10月15日まで行われる観光放水。そして今日も立山連峰がきれいに見えています。外階段を少し下ってきた展望台から見る放水は大迫力ですね。ダム堤まで下ってきました。前回はすごい風でしたが、今回は穏やかです。前回もご案内いたしましたが、改めて立山をご案内します。中央が大南寺山、3015メートルです。左が小山、3003メートル、右が富士の折り立て、2999メートルです。これからこの立山の直下をくぐって向こう側に向かっていきますよ。まずは長さ492メートルの黒部ダムのダム堤を歩いて湖の景色を堪能です。反対側を覗き込むと高さ186メートル、日本一の高さを誇ります。迫力ありますね。ここから下の黒部川の流れは秘境の地と言われた断崖絶壁の黒部峡谷を作り出しています。虹が見えました。日が差してきてようやく虹が見えてきたところです。虹が伸びていく様子が見えますか。虹の架け橋みたいですね。さあ、ここまでは前回のおさらいでしたが、いよいよ次の乗り物に乗りますよ。ダム堤からトンネルに入ると黒部湖駅です。ここから黒部ケーブルカーに乗ります。9時10分発のケーブルカー待ちです。モニターにライチョウが映りました。特別天然記念物のまさに絶滅危惧種です。これは夏のライチョウですね。冬は雪と同じ白い羽に変化します。綺麗ですね。見たいな。さあ、ケーブルカーに乗り込みますよ。おはようございます。しかし乗り込むまでの階段が急できつい。ケーブルカーの車体自体も階段と同じように段になっています。前と後ろの高低差がすごいですね。まもなく発車いたします。発車の際、座礁前後に揺れますのでご注意ください。中部山岳国立公園内に位置するため、自然景観の保護と雪崩などから守るために、日本唯一の全線地下式ケーブルカーになっています。次の黒部平駅までは走行距離800メートル、高低差373メートル、所要時間は5分です。平均勾配は24度、最大勾配は30度24分もあります。ちなみに日本一の傾斜角度は高尾山ケーブルカーで31度18分です。降りてくるケーブルカーとすれ違いました。トンネル中間地点通過です。6倍速だと速いですね。あっという間にすれ違っちゃいました。まもなく1828メートル黒部平駅に到着します。ここではすぐにロープウェイ乗り場に並びます。特等席を狙ってみんな脇目も振らず乗り場の列に直行です。慌ててロープウェイに乗り込みますが、もうすでに窓側は人だかりができていました。残念ながら居並ぶ方々の頭の上から撮影です。ここはケーブルカーから降りるときに仲間と作戦会議が必要だったかもしれません。でもだんだんと後ろ立山連峰の山並みとエメラルドグリーンの黒部湖が見えてきました。
秋の紅葉のシーズンは綺麗でしょうね。景観と環境保全の観点から、立山ロープウェイは黒部平駅と大観望駅との間に支柱が一本もない日本最長のワンスパンロープウェイなんです。まさに動く展望台、360度の景観を楽しめます。所要時間は7分。まもなく中間地点、上から降りてくるロープウェイとすれ違いました。景色はあまり撮れませんでしたが、大観望の展望台からその分お楽しみください。まもなく標高2316メートル、大観望に到着します。本日は立山ロープウェイご乗車いただきまして、誠にありがとうございました。まもなく大観望に到着いたします。到着の際、見える場合がございます。ご近くの手数を釣り込めると見つからないご注意ください。また、降りの際、足元すけがございます。お足元ご注意ください。大観望に着いたら、まずは展望台に上がります。階段で54段。これも結構きついです。ようやく54段上がったと思ったら、すいません、あと5段ありました。笑えます。最後の5段を上がってくると、またさらに階段があり、その上は木製の椅子とテーブルがある大観望雲上テラスです。頑張った甲斐がありました。絶景です。大観望の屋上展望台から一望する黒部小屋、白立山の大パノラマはアルペンルート屈指の美しさです。黒部湖が立山と白立山の間に位置することがよくわかりますよね。湖畔で見た水の色と全然違います。上から見ると本当に綺麗なエメラルドグリーンですね。下に見えているのは黒部平駅です。そしてその左側に見えているのが黒部ダムの展望台です。白立山連峰は稜線まで綺麗に見えています。大井沢駅から関電トンネルでくぐってきたのが赤沢岳です。大観望から景色を堪能した後は、立山トンネルトロリーバスで室堂に向かいます。10時15分の発車です。バスが着きました。まもなく乗車です。今度こそ一番前の席にリベンジです。慌てて乗ったのでカメラのスイッチが入っていませんでした。乗車のところだけもう一度撮り直しです。ご乗車ありがとうございます。コントロールバスは富山立山方面室堂行きです。バスは走行中揺れることや事故防止のため山水急停車することもございます。合わせてご注意ください。乗車時間約10分となります。発車まで少々お待ちください。本日は立山トンネルトロリーバスにご乗車くださいまして誠にありがとうございます。トロリーバスがスタートしました。大観望から室堂までトンネルで 3.7 キロ、およそ10分です。関電トンネルと比べるとトンネルの狭さにびっくりですよね。先ほどくぐってきた関電トンネルがトロリーバスから電気バスになったことで、現在トロリーバスは日本で唯一ここだけしか走っていません。トロリーバスと電気バスの違いをご存知ですか？どちらも環境に優しい電気で動いているんですが、トロリーバスは道路の上空に張られた電線を流れる電気を動力としています。架線が必要なんですね。
電気バスは架線がないので自由に走れますが、バッテリーを充電する必要があります。トロリーバスは国内にメーカーが少ないために維持が難しくなってきました。実は立山トンネルでも2025年以降に電気バスに切り替えを検討しているんだそうです。廃止になってしまえば国内にトロリーバスは存在しなくなります。時代の流れなのかもしれませんが、トロリーバスに乗れるのもあと少しかもしれません。皆さん早めにアルペンルートに来てくださいね。そうそう、ちなみにトロリーバスはバスと言っていますが、日本語では無機乗電車、レールのない電車と言われ、鉄道の一種に分類されるんだそうです。なので実は立山トンネルトロリーバスは日本最高所を走る鉄道ということになるんですね。関電トンネルの破砕帯といえば、石原裕次郎さん主演の黒部の太陽という映画になったほど有名ですが、こちらの立山トンネルにも破砕帯があったのはご存知でしょうか。この先照明が青く変わったところが破砕帯です。破砕帯とは岩盤の中で岩が細かく割れ、地下水を溜め込んだ軟弱な地層のことを言います。関電トンネル同様、あっという間に通り過ぎてしまいましたが、工事の際は破砕帯を突破するのに1年かかったそうです。噴き出た水は毎分48トン。北アルプスの冷たい水が足元に 4,50 センチの激流となって流れたそうです。工事に携わった方々の苦労が忍ばれます。トンネル内が広くなりました。こちらがトンネルの中央部分です。立山の主峰3003メートルの小山の直下にいます。ここで室堂から来るバスとすれ違います。トンネルの中にいると、この真上に天を貫くような立山の主峰がそびえているなんて想像がつかないですよね。現在標高2300メートル、700メートル上が小山山頂です。信号が青に変わりました。あと5分で室堂到着です。さあ、立山黒部アルペンルートの観光の中心になる室堂に到着です。時間はおよそ10時半。朝が早かったのでお腹が空いてきました。空いてるうちにお昼にしましょう。ターミナルに直結しているレストラン立山で食事をとります。標高2450メートルの雲上のレストランです。ホテル立山の中にあるレストラン立山は、朝夕はホテル宿泊のお客様のお食事を提供しています。私はマレーシアトマトチキンカレーを頼みました。美味しかったですよ。タカちゃんは喉越しのいい氷見うどんです。立山と書いたかまぼこがアクセントですね。ホテルの売店には立山と富山の名物が所狭しと並んでいます。あれも美味しそうだし、これも美味しそうだし、ここは悩みどころですね。さあ、立山黒部アルペンルートのハイライトです。室堂ターミナルから外に出て標高2450メートルの室堂平を散策します。今日は9月2日、寒いかと思って薄手のジャンバーを持ってきましたが、散策には半袖でちょうどいい気温です。立山のレリーフの後ろが立山山頂です。雲がありますが山頂がきれいに見えています。建物は小山神社の社務所です。その左にとんがって見えているところが立山の主峰3003メートルの小山山頂、小山神社峰本社です。こんなに間近に見えると感動ですね。立山トンネルの破砕帯の水が引かれています。
たかちゃん、お味はどうですか？おいしい。おいしい？すごい、冷蔵庫の水を氷に入れて。の冷たさ。冷蔵庫の水を氷に入れて。の冷たさ。どれどれどれ。あー、冷たいよ。冷たい冷たい。おいしいお水で喉を潤したところで、室堂平の散策に出発です。今回は御栗ヶ池を中心にくるりと回ってくる御栗ヶ池周回コースを行きたいと思います。所要時間はおよそ1時間です。歩きやすい道のりですが、結構アップダウンはあります。絶景を求めてスタートです。早速左下に眼下の景色が見えてきましたよ。富山市方面の景色ですね。少し歩くと御栗ヶ池が見えてきました。室堂を代表する景色ですね。標高の高い御栗ヶ池は6月まで雪に覆われています。この綺麗な景色を見ることができるのは7月から10月の中旬まで。綺麗ですね。でもまだまだ御栗ヶ池のビュースポットはこの先です。眼下に御栗ヶ池を見ながらアップダウンの道のりを歩いていきます。この先には御栗ヶ池展望台があります。さあ、頑張って歩きますよ。お待たせいたしました。こちらが展望台からの御栗ヶ池の景色です。湖面に映る山の景色が見えますか？よく言えば空が青くて池に風がないと絶景なんですが、これはこれ、行った回数だけいろんな景色が見れます。これからの秋のシーズン、紅葉したら絶景でしょうね。みたいな。御栗ヶ池の向こう側に見えている立山、改めてご案内します。先ほどご案内した小山3003メートル、最高峰の大南寺山3015メートル、富士の折り立て2999メートルです。そしてこちらが天然記念物の立山の山崎渓谷と言います。渓谷とはドイツ語でカールとも呼ばれます。中央アルプスでは千畳敷カールの話をしましたよね。氷河が流れる際に山肌を削り取り、スプーンですくい取ったような形になっています。展望台の反対側には地獄谷の一部が見えています。立山信仰の中では現実の地獄として恐れられていたところなんです。青森県の恐れ山、秋田県の河原毛地獄と並ぶ日本三大地獄の一つです。現在火山活動により危険な火山性のガスが噴出しているため立ち入り禁止になっています。水蒸気がもうもうと上がる様子はこの先の閻魔台展望台に行くと見ることができます。今回はそこまで行かないので、ここから雰囲気だけ見てみてください。地獄谷から湧出したお湯をこちらの御栗ヶ池温泉やこの先の雷鳥温泉、雷鳥沢温泉で入浴することができるんですよ。左下に見えてきたいくつもの小さな池、立山地獄の一つで血の池地獄と言われています。そんな恐ろしい風景には見えないですよね。立山曼荼羅の中にも描かれています。水の色が酸化鉄によって赤みかかっているところから恐ろしい伝説が伝えられているようです。続いて見えてきたのが緑ヶ池です。水深は浅く、およそ 1.6メートル、透明度が高く、湖面が静かな時には立山の姿がくっきりと映り、残雪や紅葉の頃はさらにその美しさを増します。またこの水で修験者たちが写経に使う炭を吸ったと伝えられています。木の陰に雷鳥が潜んでいないか期待しながら上がっていきましたが、結局会えませんでした。天然記念物ですからね、そう簡単には出会えませんよね。
本当に広大な風景ですね。春は雪、夏は新緑、秋は紅葉、来るたびに違う感動があります。ご乗車ありがとうございます。皆様全員着席されましたら発車いたします。さあ、室堂を満喫したところで、続いては立山高原バスです。標高2450メートルの室堂から標高977メートルの美女平まで、標高差およそ1500メートルを50分で下ります。さあ、こちらから先が大谷です。立山黒部アルペンルートの春のイベントといえば、世界的にも有名な雪の大谷ですよね。毎年4月中旬の開通時に、道路の両側に高い雪の壁ができることでも有名です。およそ500メートルの雪の壁の区間を雪の大谷と呼んでいます。雪が多い年はその高さは20メートルを超えることもあるんですよ。ちなみに今年は少し少なめで13メートルだったそうです。高原バスからの眺めもいいですよ。残念ながらバスガイドは乗っていませんが、車内に設置されたモニターで見どころをご案内してくれます。途中標高2000メートルから1600メートルあたりは三田ヶ原という湿原があります。木道があり、絶景の散策を楽しめるところです。あ、ここから称名滝が見えます。車内のアナウンスで滝が見えるポイントを教えてくれるんです。みんなに見えるようにゆっくり徐行してくれるのが嬉しいですね。さて、この称名滝ですが、落差350メートル、なんと落差日本一の滝なんです。国の名勝および天然記念物に指定されています。車内からは遠くにしか見ることができなかったので、アルペンルート終了後に近くまで行ってきました。駐車場から上り坂を歩いて30分、頑張りました。滝壺近くにかかる橋の上はしぶきがかかり、迫力満点でした。さあ、高原バスは間もなく美女平に到着します。ここからは立山ケーブルカーに乗り換えます。立山黒部アルペンルート、いよいよ最後の乗り物です。標高977メートルの美女平から標高475メートルの立山駅まで長さ 1.3 キロです。立山ケーブルカーはかつて黒部ダムの建設用の資材を運んでいたことから、ケーブルカーでは珍しい荷台付きなんです。前に見えているこの部分が荷台です。かつて高原バスの車両は立山ケーブルカーによって運ばれていたんですよ。さあ、所要時間7分を早送りで一気に下っていきましょう。標高差およそ500メートル。今は早送りで下っていますが、通常は7分間で下ります。平均勾配は24度です。お疲れ様でした。立山黒部アルペンルートの終点の立山駅に到着です。ここからは富山地鉄が連絡していますが、私たちのアルペンルートはここが終点になります。朝8時の電気バスに乗って大木沢を出発して、現在13時30分、6つの乗り物を乗り継いで5時間半の旅でした。3000メートル級の立山を間近に見て、大自然の迫力に触れたかけがえのない時間でした。立山黒部アルペンルートはハイカーでしか味わうことのできない景色を、乗り物に乗り継ぐことによって誰でも体感することができます。開通期間は4月中旬から11月30日まで。たった半年間に雪景色に、緑に、紅葉に、様々に表情を変えます。ぜひ皆さんもその感動を味わってください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
お知らせです。来る10月15日日曜日13時から愛知県碧南市大浜寺町で行われる寺町シンポジウムに出演します。バスガイドぶらり旅ボリューム88三河碧南市大浜寺町巡りでご案内しました大浜にて特別講演をさせていただきます。場所は大浜小学校です。無料でご参加いただけます。ぜひ概要欄からお申し込みください。歴史的な街並みの大浜寺町にぜひ遊びに来てくださいね。